寺西さん、はい、銀崎さんどうぞ。千葉ベンチは29番フォワード青木選手が呼ばれました。はい、また前線を変えてくるのか、レナードを変えますかね。少し運動量が落ちてきた感はありますが、楽山、中に水本もそのまま入っています。可能性としてはこの楽山選手が山口選手を変えて、うん、羽生選手を外に出してという方法もありますけどもね。ウェズレー右が来ましたけどね。右へ小窓、ナイスパスですね。パスが通った、キーパーと1対1決める。2対0、大きな2点目が入りました。苦しんだこの後半のゲーム展開ですが、またもや流れが悪くなったところでゴールが生まれました。